マンツだよ、ありがとうございます。今日もたまたま撮ったのがこの子だった3日連続身代わりくん、こんばんは、こんばんは。パジャマ、パジャマじゃないよ、私服よこれちゃんとした、こんばんは。うん、充電まだ、うん、充電もあと 2% 見えないやん悲しい。明日ポケスタ行くことにした。なんで、なんで、いいな。待って、明日お休み、明日祝日。卵どこ、卵があるよほら、消してないのあるよ。あー、今日もお疲れ様だ、ありがとうございますねえねえ、全然大丈夫よ。あ後で話そう。あー、見えん。ウーパルパさん、ハト、リュウズさん、花束、ふうくん、なんだこれ、やばい、見えない。小判、なんだこれ、丸い卵、なんだ、なにこれ、なんだ、見えないなにこれ。ケババさん、ハトたくさん、ありがとうございます。なんだろう、卵、卵にしか見えない、卵に、卵もう私やばいわ、卵蒸しパンが本当に離れないからこんばんは、こんばんは。あ、第二ボタン、卒業ボタン、ごめんなさい。すごい、ウーパルパさん、ありがとうございます第二ボタンか、そっか、なよかずっちもありがとうございます。中さん、強者、ありがとうございます。そっか、卒業式だからか、もらったことないよ、もらおうとも思わんかったなねえ、50カード完了、ありがとうございます。星投げ、皆さんありがとうございますね、もう卒業シーズンだからだね。でももうそろそろ全部終わったかな、だってもう20日になるでしょ明日。つみっち、ボタンハート、ありがとうございます。あー、見えん、いる、いるなんか欲しい、すごい、ブレザーまで持っていく、そんなことあるんだ、すごい、漫画とかアニメの世界だけかと思ってた。カエルさん、元気、元気よ元気よ。黄色物を見ると虫歯に見えるの、うん、メガネで片目隠してると虫歯に見える卵蒸しパン、そうよ、片目、そう、でもね、もう治りそうだよ、あとちょっとや。身ぐるみ、身ぐるみ、パジャマの第二ボタンください、ダメダメよダメだよ。大分地、ハートたくさん、ありがとうございます。カエル持ってるの、カエル持ってない、みんながこのぬいぐるみをカエルに見えるからカエルって言ってるのごく数人の方がそう、明日やっとどんぶり発売なんですよ。私は多分明日お家には届きません、多分予約するの遅かった、悲しい、スタートできなかった多分明日が発送されん、悲しいよ。まあでもね、自分の島の名前とか、どういう北半球とかの島の形とかまだ何にも考えてないから、まあ考える時期でいいかなと思って、島の前、そう、決めてないのよ。
やばいよ。やっぱエリウチ島？え、でも島ってさ、あれだよね、読み方は島もあるけど漢字は簡単な島しかないよね。ひらがなとかないよね。全部ひらがながいいのにな。イリュウチ島の漢字で島が何簡単な方の島だとちょっと許せないちょっとそこは許せない。しっかり難しい方がいい。どうしよう、決まんないよ。こんばんは、こんばんは。SKの中で憧れの人いる？そりゃもうなんか入ったらみんななんですよ、先輩方。でも特に好きとか推しとかダンスとか私に持ってないものとか私が目指してるものを持ってる先輩で言うと里川さんですね。里川さん、須田さんねえ。あ、入り口にでっかい山。あ、そっか、それも島に見える。確かに。あの里川ホラボーさんは聞きませんでしたやばい、失格だ。タレドッチハト、ありがとうございます。なんか今日全然見えん、やっぱ目のおかし、なんか疲れてる本当に。やっぱ今日短め配信にします、ごめんなさい。テロップにも書いてるけど、こんばんは、こんばんは。なんだ、目が、ヒゲダン流して、嘘、聞きたかった、聞きたかったな。服が虎柄だ。そう、いつもね言われちゃうの。違うのよ違うのよ。パイカツさん、なんだっけ、花束、匿名希望さん、お疲れ、ありがとうございます。ハッピー、ハッピーハッピーさん寝てる。いびきというかガチ寝してる そう、里川ホラボー聞いてないんですけど、ハッシュタグとかを見て私は悲しい気持ちになったので、そう、プラスそれもあって今日長い配信できないなと思いました。メンタルがちょっとやられましたねただのめんどくさい重い人や。メールおもろかった、よかった、なんかねそう、絶対ねみんなから今日の配信でそのコメント欄埋まるなと思って悲しくなると思ってもうそういう情報早いんだからね私早いよなんかそう、これを言おうとしたら結局なんかね、私が好きになった先輩はあのなんていうの、え、なんていう言葉だったっけな。配信する前なんかいろいろ考えてたんだよね。一応他に一押しがいるっていうの、そう、まあ白雪さんは別なんですけど、まあ、そこまでお話できなかったっていうのもあるんですけど、野々垣さんもそうでしたし、そう、なんかもうねいや、しょうがない、しょうがないよ。私結構年齢もいってるし、まあ今朝は別だけど、まあ私もね20年生きてきてそういうこと多かったから慣れてるはずなんだけどねもうね、まあハッピーさんが私が一押しって思ってくれてるからいいのよ。それが
唯一の助けよ幸せうん、リバータブさん、ハートありがとうございますハッピーさん浮かれないそうよ、まあいいのよいいの別に拗ねてるわけじゃない、全然平気よ ハッピーさんそう、まだ鼻が悪いからな、治んない、病院行きたかったけどね。こんばんは、こんばんはいいです、いいです、いいです、本当だよ、こっちゃんさんだよしかもちょうど私がメールで雨の動物園についてお話ししてた時もう重なって、うん、いろいろ思い出した。ふうくん、ふうくん、七七フルハウスさん、ボタンありがとうございます。運がいい時は運がいい。変に運がいいな今日は。ある意味で。こんばんは、こんばんは、しゅけんです、ありがとうございますハッピーターン、緑の恐竜そうそうよ、身代わりくん、ポケモンの技に出てくる子そう、卵蒸しパン、結局またあの食料調達行って買ったんですよ、そう卵蒸しパンやっぱ好き ちょっとダメ、ほんと久しぶりに食べたらほんとハマった。まあインドカレーほどねハマってはないけど、そう、まあインドカレーよりカロリーとか糖質脂質がね少ないから、まあそっちにするどれくらいぶり、え、ほんとにわかんない、いつ食べたんだろう、保育園小学校の頃かな、え、同じやつセブンにあった、え、すごい、セブンじゃなかったな、私は普通にスーパーだったそんな前、そうなの、結構昔からあるものでなくならないから嬉しいねえ、なん食べたい、スーパーにもなんかさ、手伸ばしなみたいな、みたいなあるんですよ。でも前一回食べたらやっぱ違うなって思って、美味しかったには美味しかったけど、三つとも食べちゃう、食べちゃう当たり前よ止まんないよ、いやそれ意外と本当食べるから、私最近だと本当に食べちゃう、危ない、スーパー見とく、見てくださいフフフ食べたいよな、なん食べたいし、親子丼もカレーも食べたい、三色団子も食べたい、うん、姉ちゃんはまんじゅうあ、干し芋とか食べたい、芋けんぴね、スイートポテトも食べたい、まあ、甘いものが食べたいんだな今、ダメだ、炭水化物めっちゃ好き、好きもう炭水化物しか勝たん、もうお姉ちゃんこうやったからやっぱ太るものは美味しいんだよね、こんばんは、こんばんはカフェオレ、え、飲みたい、最近飲んでないな、ずっとえ、大学芋やっぱ作るしかないよね、食べたい
三色団子好き。やっぱ美味しいよね。いつもね、食料調達行った時にあるんですよ。見てるんですよ。でも我慢してます。声が十分歌ったからあって言った声が出んかんだ。353日ありがとうございます。3個あ挟んである。うん、やば喉の調子がやっぱね、多少まだ痛み残ってるね。早く完璧に治りたいんだけどな。おめでとう、ありがとうございます。あと何日ですか？12日。あと12日で連続配信1年記念ですよ。遠慮なく出してやだ。低い声出ないよ高い声も出ないね。あと12、早いね。あと10日切ったらもうすぐよ。どうしよう、何しよう、何しよう。何もしないけど、その記念、連続配信記念の配信が、ん？伝わるかな。やってくださるならやりたいし、そのやる内容って人それぞれやっぱ違うのか。それは自分で考えるんかな。どうなんだろう。そう、特別配信、そう。何するんだろう。いずりさんのだけ私見たんですよ。辛いもの食べてたファンの方と一緒に。知ってる方何人かいた走るの歌うのまだダメだ何すんだろう。私のやりたいことかな、生き物かな。やっぱふっくんボタンありがとうございます。なんだろう。ハッピーさん、うわ、ハッピーさん出てほしいね。でもハッピーさん食べまくる、それは嬉しい。やりたい確かに食べたいね。まあできないね多分。ポケモン多分時間あっという間に過ぎちゃうんだろうな。生き物と食べ物とポケモンの話になると。兄さんとコラボできないよね。でもできるなら嬉しいねでも私ふえちゃんと一緒だから、ふえちゃんと一緒にやるとかないのかな。でもそれは一人一人がいっかね。リーチ島クイズボールパイソンを首に巻く、嬉しい。何匹自分の体にまとわれられるか、ん？うん、をしてみたいねふっくんたくさんボタンありがとうございますお父さんを出す、もうお父さん盛り上がっちゃうからダメよ私よりいや、ハッピーさんか。ああ見えないよ。結局怪力は倒してないですね。私はカビゴンは倒しました。いきなりポケモンソードシールドの話だけどそうだ、明日は動物の森が発売で、なんか今さっきネット見たらフェアリーテールのスイッチのカセットっていうの、今なんていうの、
カセットでいいのか。が6月25日に発売だっけな。そう、え、もう楽しみなの、楽しみ。なんか特典が2つのショップによって違うから、まあ、たくさん悩むね。あ、ソフトか。私ちっちゃい頃からカセットって言ってたからな。今はソフトなのか、かっこいいね。カセットってなんか昔感あるな、私。いや、さすがに2つは買わないけど、買いたいけどね。ファミコン、ファミコンお父さんお母さんだ。やったことないな。でもなんかゲームボーイとかもカセットって感じするから、カセットだな。ゲームボーイアドバンスの方だけど私は。そうだよ、ちっちゃい声は遊んなよ。痛い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 。え、めっちゃ遊んだ。一番覚えてるのはやっぱ動物の森とマリオパーティーとマリオカートかな。お姉ちゃんと幼なじみたちと一緒にめっちゃ遊んでた。本当に懐かしい。本当トモコレやってた。自分とか家族だけ優しくしてた。美味しい食べ物とかいいお洋服とかにしてた。懐かしい。トモコレもうずっとやってない。実家なんだけど。まだやる？いや、もうそろそろ終わりにします。40分になったらなんだっけ、ランキング読みます。カービィはやってないけど、前ね、前じゃない、誰かに借りてやってたんですよ。そしたらなんか前 TikTok にその動画が流れてきて、カービィのゲームのちっちゃい頃思い出した。でも音が懐かしい。稲妻イレブンお姉ちゃんだね。笑った。ナイスマイレブ。あとなんだっけな。いろいろあった。ひめさん可愛い。ありがとうございます。この流れね、やめるわ。嫁何なんや、食料品装備して、あ、そういうこと、どうむりやるための。いいな。早くフレンドになりたい。私いつ届くのか本当わかんないからダメだ。ウィーウィーやってた。ウィーでなんかダンスやってた。ダンス。あと、スーパーマリオ。そう、ダウンロード版じゃないんですよ、私。なんか、もしなんかあった時に売るんだろうなと思って。ダウンロード版はやめました。いろいろ考えて。だから、ポケモンもダウンロード版じゃないな。スイッチのお話。そう、売れないもんね、ダウンロード。そうよ、わかる。あ、よし、わかる方いた。いや、売る前提じゃないけど、でも私今までの経験上そうなのよ。基本売ってる。なんか本当に使わなくなったカセットは、え、どんな？しっかりしてんね。いや、でも動物は俺は売らないな。
それならまあダウンロード版でもよかったんだけどね。でもなんかあってほしいんですよ、このカセットが手元に。そう、箱も取っておくね、ずっとある。現実派？そう何でも現実派よ気持ちわかる？よかったえ、でもスイッチこれからもうもっとカセット増えるかな。私もう買わないと思う。なんかどんぐりポケモン、フェアリーテールしか、他何があるのかわかんない。これから増えていくのか。スマブラか、スマブラ結構前か、やってないな。確かに箱あれば売る前提やへえー、すごい、いろんな意見あるゼルダの伝説やったことない。スマブラに出てくる主人公しか知らない。主人公、そう、ふうくんボタンありがとうございます。そう、リンクか、かわいい名前、ひらがなにするとめっちゃかわいいね。元気元気元気、あれじゃん、なんだっけ、あー名前出てこないからいいや。あー待って、40分になっちゃった。ドラクエ派、ファイナルファンタジー派。ドラクエかな。ファイナルファンタジーやったことないんですよ。そうそうなの。こんばんは、こんばんは。もう終わっちゃうよもう終わっちゃう。初見です、ありがとうございます。 AKB グループで一番好きな曲は何？ AKB グループ全グループで、なんだろう、なんだろう。でも SKE の中では12月のカンガルーが大好きですそう、あとは山本彩花さんが好きだったので NMB のなんだっけな、まあ、全般好きだね。でもナギイチが一番好きかもしれない。早いやん。そうちょっとね固めでこうやって配信して長時間やると結構辛いことに気づいた。昨日もなんかすぐ一瞬で寝れた。本当にこんなに違うんだと思った。目の使いすぎっていうの、痛い。そう、え、そう、うなぎいち大好きかわいいよ。踊ってたもん私早く寝てね、ありがとうございますじゃあランキングやります。無理しないで、ありがとうございます。大丈夫よ。そうだから今日は短い配信になりました、ごめんなさい。うわー見えない、38位どこだ。いた、38位、せつまれ1位、しばちゃん、2位、むつみ、3位、けいぱぱ。これ順位変わるそうだな。4位、リバータウン、5位、ふうくん、6位、七し、7位、ともとも、8位、きみちゃん、9位、わたわた、10位、かず、11位、たつや、12位、ぼっか、13位、イグニール、14位、ばしょう、15位、S、16位、ともお、17位、りゅう、18位、かつ、19位、パンやかつ、20位、こゆき。よし、皆さんありがとうございました
ありがとうございました。短かった、ごめんなさい。今日も早く治るように休みます。おめめおめめ休みますね。本当に昨日も12時前に寝れて、朝は7時半くらいに目覚めたいい感じ。早く寝てのお休みありがとうございます。皆さんも体調には気をつけてください。明日はお休みかな、皆さんお仕事かな。お仕事の方頑張ってください。ありがとうございました。今日も富の皆さんが大好きですバイバイ、おやすみなさい